会議員諏訪亮さんと一緒に北朝鮮による拉致被害者を救うための生産署名のお願いをしているグループです。どうか皆さん、お休みのところとは思いますが、ぜひ足を止めになって、この日本人、北朝鮮にさらわれた日本人を助けるための署名にご協力いただくようよろしくお願いいたします。池袋の地震の地は、大韓航空機爆破事件の犯人キム・ヒョンヒ容疑者を日本人化教育するということで、協力を強いられた田口八重子さんがこの地で働いていた。この池袋西口から拉致被害者が出ている、幼いお子さん2人を託児所に残したまま行方不明になった、そういう地であります。そうした田口さんのような拉致被害者を何としても取り返すために、私たちはこの池袋の西口の地で皆様に請願署名のご協力をお願いしております。また今日は田地幸宏さん、地元のシンガーソングライターの方がこの田口八重子さんを取り返す歌を作って、これから演奏をすることになっております。ぜひお聴きいただいて、また署名の方にも、また募金にもご協力くださいようよろしくお願いします。それでは田地幸宏さんをご紹介いたします。ある日突然、母と僕らは離れ離れになった。幼い僕らは母の記憶もないまま大人になった。長い月日の中で、あらわになる人さらいの影、失われた時間は二度と戻らないけど、必ず必ずあなたを助けに行くから、必ず必ずあなたを助けに行くから、幸せを取り戻すのは八重桜の咲く頃。さらいの闇、母はどこにいるの、罪人の言葉に揺れ動く、失われた時間に諦めたくはない、必ず必ずあなたを助けに行くから、必ずあなたを助けに行くから、ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。長い月日の中で、あらわになる人さらいの影、失われた時間は二度と戻らないけど、必ず必ずあなたを助けに行くから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 、ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。
さんはこの地元で池袋の歌もいろいろ作られたりしておりますけどもね、この歌に込めた思いをですね、ぜひ語っていただきたい。この池袋西口の地でね、歌う意味をぜひ皆さんに語りきってください。よろしくお願いいたします。はい、すぐこの近所なんですけど、1978年ですね、北朝鮮の工作によって田口愛子さんという方がさらわれております。で、大韓航空機事件の時に金平氏被告がの告白によって、田口さんが金平氏 その日本人化の工作員化の、教育係をさせられていたという事実ははっきりしています。で、小泉訪朝の時に5人の人が帰ってきましたけども、まだ田口さん含め横田めぐみさん、多数の方900人以上と言われている方がまだ日本に戻ってこれていません。そして昨日全国大会やって総理大臣、現総理大臣も以前前の安倍総理も参加されたようなんですが、国会内ではなかなか左派と言われる人たちが足を引っ張って、なかなか拉致が解決しない、そういう現状があります。ぜひ国会議員の方々にも、私たちがあなた方を助けに行くからという、ぜひ心から口にしてほしいと思っております。ありがとうございます。私もですね、私はジャーナリストの地元の篠原丈一郎と申します。私自身はこの地元の立教大学というところに学び始めてから40年以上この池袋の地で暮らしてまいりました。旅が多いんでなかなかこうやって地元で話すことは少ないんですけども、私もこの地で子供を育てて参ったんですけども、いつも保育園に通う道の途中に、実は田口八重子さんがお住まいになっていた、お子さんを育てながらお住まいになっていたマンションがございまして、今でもまだその同じ場所に同じ姿で立っているんです。そこの前を歩くたびに田口さんが78年に行方不明になられたんですが、そして昨日はですね、秋葉原でこの署名活動をやってたんですけども、そこには田口さんのお姉さんがいらして一緒に歌いました。まだご家族の方はですね、生死もわからないまま帰ってくるのを待っている、お子さんももう40代になってしまったというようなことで、本当にこういうですね、本人たちには何にも罪がない、ただただですね、独裁国家の都合で日本の国民が犠牲にされるということ、これは絶対許しちゃならないと思いますし、ひたすらですね、今どういうわけかわからないんですが、この北朝鮮に味方をする方がいらっしゃる、そういう方々はですね、この拉致被害というものをなんとか忘れてもらおうということで、なかなかですね、こういう問題取り上げないままなんですけども、私たちはこういうの一番問題はですね、忘れてしまうことが問題だと思うんです。そういうことで、この靴沢良治さんにはですね、ご苦労いただきまして、池袋西口でこのように拉致被害者の救出署名をしばしばやっていただくことができるようになりました。ぜひですね、皆さんもご協力いただいて、お心を寄せていただくようによろしくお願いいたします。昨日はですね、今田地さんがおっしゃったように、拉致被害者を救うための国民集会が行われ、そしてですね、13歳で、拉致された横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんが この間亡くなったもんですから、忍ぶ会を行ったんですね。もうやはり横田めぐみさんもですね、77年ですから、もうすでにですね、もう50年近い40数年ですね、経ってるわけなんです。それでもですね、未だに会えないままお父様も亡くなってしまうという本当に悲しいことがありますが、しかしね、拉致被害者の方はまだまだ働き盛りのお年の方が多いんですね。それで、一番若い方はまだ30代言われています。何としてもね、これからの人生を日本で取り戻してもらうためにもね、北朝鮮にこれ返してもらう、こういうことはどうしても必要ですし、またこれがね、可能性が大きく出てきたと思います。北朝鮮、今皆さんいろんな報道に接しられていると思いますけども、なかなかこの今コロナの蔓延の中で、苦しい状況にあるようですし、この間ですね、軍事パレードなんかもやったんですけども、軍事パレード生中継しないで指導者は偽物が出てくるようなわけのわかんない国になっちゃったんですね。これは今までの独裁できっちり固めていた国が緩んできたということの証拠です。こういう今緩んできた時に、苦しい時に私たちがですね、拉致被害者を返せ
国民がですね、言い続けることが向こうの側をね、その気にさせて苦しい状況でなんとかね、拉致被害者を返したら日本が少しは助けてくれるんじゃないか、こういうことを考えさせることも大事なんですね。ですから私たちはこれ政治家の、方も一生懸命やってるんだけれども、政治家任せにしないでこうやって草の根で、普通の人間がですね、この拉致被害者を返せ、皆さんご存知でしょうか、拉致被害者って言われてる人は実は17人と言われているんですけども、拉致された可能性のある行方不明者というのはかなりいます。これはですね、900人近くの方に上りますし、私はジャーナリストとしてですね、いろいろ拉致被害者の方の周辺を取材したりしてまいりました。もう40年経ってるような拉致被害者でも改めて調べ直すと周りに何人か行方不明者が出てる。これはまだまだどうやって行方不明になったかわからない。でもそれぞれの人が北朝鮮に関係がある人が多いんですね。こういうことがね、分かってくる、新たな事実が分かってくるようなことがあるわけです。ですから私たちはそういうことの真相もですね、全面解明してもらって北朝鮮に突きつける、こういうことが大事だと思います。安倍総理はですね、第2次安倍政権の初めにこの自分の任期のうちにこの問題解決したいとおっしゃってたんだけど、残念ながら体を悪くされてですね、途中で降板されざるを得なかった。そして官房長官だった菅義偉さんが総理大臣に就きましたけどね、菅さんもこの拉致問題解決したいっておっしゃってる。でもね、皆さん、これ相手がいることで、相手の国はなかなか手強い国です。相手がいるからなかなか前進しないんですけど、大事なのは日本国民全体が何としてもこれを取り返すという気持ちがあることが大事なんで、ぜひですね、皆さんご協力いただいて署名にサインしていただくお願いしたいですし、また募金もしていただいて、いただくことが大事だと思います。募金についてはですね、実は今特定失踪者、先ほど申したのはですね、行方不明者でどうもこれ北朝鮮にさらわれた可能性が高いという方は特定失踪者ということで、警察も今鋭意ですね、捜査を続けています。多くの方が北朝鮮におられるということで、この特定失踪者の問題を解決しようということで、特定失踪者問題調査会というところがあります。ここがですね、大変な努力をして、短波放送ですが北朝鮮向けの放送をやっております。日本語と朝鮮語と中国語と英語でやってるんですけれども、毎日放送しています。これがですね、年間最低2000万円かかるんですよ。これがですね、なかなか今一時はですね、なかなかこういう拉致問題、皆さんの関心が落ちちゃったせいでですね、募金が足りなくて、これはもう放送できないかな。でも特定失踪者の家族の皆さんはこれが望みの綱ですから、これ確かに聞こえてるんですよ、北朝鮮でね、妨害電波出してるけども、ほんの一部の地域でしか妨害ができない。で、実際にですね、私は脱北者の取材もしたことありますが、脱北者の方が聞こえてるって言ってるんですよ、北朝鮮でね。この放送を通じて日本からあなたたちを待ってるんだっていう希望を届けて、同時にですね、周りの朝鮮の人たち、これ朝鮮の政府が悪くてもね、朝鮮の人たちが悪いわけじゃないんですよ。協力してもらって帰ってこれるように呼びかけるっていうことが大事です。この潮風という放送の運営のためにこの募金を生かさせていただいております。この池袋の地からですね、大変たくさんの額をですね、寄付することができましたが、まだまだね、先ほど申したように2000万円年間かかりますから、多くの募金が必要です。また新しい映画、横田めぐみさんのですね、拉致問題を描いためぐみへの誓いという映画もですね、ありがとうございます。もうじき封切りになるところです。2月からロードショー公開、池袋でも公開されますが、これをもっともっとね、国民の中に見てもらうために、PR しなきゃなりません。そのための費用にも使わせていただいております。ぜひですね、もう署名をしたよという人はね、通りかかったら、ちょっとコーヒー飲んだつもりで、募金していただく、本当にこれありがたいことなんです。よろしくお願いします。こちらはですね、お騒がせしておりますが、お休みのところ失礼します。豊島区議会議員の靴沢良二さんの仲間で、この拉致被害者を助けるための請願署名を皆さんにお願いしております。何とぞですね、ちょっとの間時間を貸していただいて、ご署名いただくようによろしくお願いいたします。私はですね、この地元で活動してまいりました篠原丈一郎と申します。ジャーナリストでございますが、以前はですね、この池袋の地の日本共産党というところの職員だったんです。それもですね、共産党の国会議員の秘書もやって、
で民主党政権の時は政権のスタッフもやったんですが、その中でいろいろですね拉致問題にも取り組もうとしました。しかし政治の場というのは駆け引きがね難しいですから、なかなか思うようには取り上げることはできませんでした。今私は共産党を辞めちゃいましてね、自由な立場でいろいろ自分で取材もするし外国にも行きましたし、いろいろですね自分で掴んでくる中でやっぱり北朝鮮にはね何百人の日本人が生きている、さらわれた日本人が生きているということを私は聞いてきました。で最近もですね北朝鮮から抑留されて、釈放されたですねアメリカのスパイの方がいらっしゃるんです。北朝鮮で働いていた韓国系のアメリカ人なんですけども、この方がですね新聞で話していただいた、自分自身でもう7人のね日本人拉致被害者と会って話もした、逃がしてあげようって話もしたんだけどなかなか勇気が出なくてできなかった。でもその他にも20人以上の方がですね、その方が関わったラソンというね経済トップですが、そこで、日本人がいることを確認した。皆さんは造船技術者とか日本語の教師とかいろいろね専門的な仕事をしている。北朝鮮的には非常にね良くない国でしてね、自分の国で間に合わないものはよそから盗んできてやっちゃう、人間も盗んでですねそういう技術を獲得するってことをやったんですね。皆さんちょっと前の事件でご存知の方もいらっしゃると思いますが、スーパー K というね、偽ドル札が流行ったことがあります。私も海外でこのスーパー K を捕まされて空港で捕まっちゃったことがあるんですけどね、ドルにね両替すると結構な割合で混ざることがあるんですよ。そのスーパー K という要するにコリアですからね、北朝鮮製の偽札です。とっても精巧にできてる。この精巧な偽ドル札っていうのは実は拉致された日本人の印刷労働者が作らされてるっていう話があるんですよ。実際に拉致された会社の中にはこの偽ドル札の識別のための機械を世界に輸出してる会社のこの労働者何人か行方不明になってるんです。これは東京の会社なんですけどね、そういうように必要なものはね事実を持った人を狙いを定めてさらっていく、そういうことをやってる。偶然さらわれた人いないんです。一人一人みんな計画的に調べられて本当にですね失敗のないように、本当にプロの手仕事ですね、工作員の仕事で、持ってかれてる。こういうような被害が全国に見られるんです。この被害をですね何としても全面的に解明して、助けていく、こういうことが必要だと思います。今までのこの拉致被害者助けられない問題というのは今言ったような北朝鮮にさらわれた可能性の高い方900人近くいる、私が調べたところではその中にも入らない人でも行方不明者ってポロポロ出てくるんです。ですからおそらく1000人以上はいるんだと私は考えておりますが、こういう被害の実態を全部明らかにしないと、自分がどんな被害を受けたか分かんないで相手の犯人に言ってですね全部白状しろったって白状しませんよね。これが今までですね日本の交渉では欠落していたんじゃないかなと考えておりますし、なんでこういうことができなかった、これはですねこの拉致被害の問題ね嘘だって言ってね邪魔してる人がいたんですよ過去。幸いって言ったらあれですけどね、私の古巣の日本共産党の人はそれ言わなかったけど、ある左翼政党で今ない政党、大きな党だったところはなんとですね朝鮮の審判の人が多いからそれをかばったんでしょうね、拉致なんて嘘だ、今でもそういうこと言う人たまにいますけどね、そういうようなことでねみんな認識が広がらない。しかも政治的に有力な人がそういうこと言ったら警察も動きにくいわけですよ。そういうことが妨げになってこの拉致問題っていうのは全容が解明されませんでした。しかしだんだんですね私もほんのわずかな努力ですけどお手伝いもし、またもっとですね頑張ってるね被害者自身の取り組みでいろんな被害状況が分かってきました。特定失踪者と言われる方の中にもですね実はですねいや私は実は誰々さんの拉致を協力させられたんだって言ってね在日の方がこっそりですね告白してくれたりいろいろ告発してくれていろんなことが分かってくることがあります。この在日朝鮮人の方もですねいろんなしがらみで無理やりこれ手伝わされたって方もいるんです、まあ、そういうですね誰にとっても不幸な事件が拉致問題なんですね、このことをですねぜひ分かっていただいて、国民がですねみんなこれ求めてるんだ、本当に解決することを求めてるんだ。900人近くって人もね誰もね自分自身には責任はないです。本当に目をつけられたそういうことだけで、連れてかれていってしまってる。川口なんかでもねお隣の町なんですけども埼玉県の川口でも5人の方が
この拉致被害に遭われている、まあ、さっき言ったですね、田口さんという方もそうなんですけども、みんなですね、この被害者一人一人取材すると面白いことがある。どうも共通の趣味があったり、共通のね、経歴があったり、同じ学校にいたりということはね、生活基盤の中に誰かその人たちを調べて、見つめて、データ集めて、計画的にさらうようなことを手伝った人がいるってことなんですよ。つまり拉致っていうのは、いきなり日本海から北朝鮮の工作員が来ていきなり連れてくってことじゃないんです。じっと狙いを定めて、計画をして、その人の生活も全部調べた上で、どのタイミングでさらうのがいいか、そこまで考えてやられてるのが日本人の拉致被害なんです。ですから本当はですね、本来実行部隊や協力者で日本の国内で捕まる人がいてもいいはずなんだけども、一人もいないですよ、逮捕された人は。これもおかしいでしょ。こんだけの人間が誘拐されてるんです。日本の警察ってそんな捜査力が劣ったところじゃないですよ。やはりここには政治の存在、あるいは捜査を妨げる存在があったということなんですね。これを何としても跳ねのけるためにも、私たちはいろんな攻撃を受けます。変な話ですよ、あの靴沢さんと私なんかはここで拉致被害者の問題をね、訴えてるってことでね、レイシストだって言われて、何がレイシストなんですか。朝鮮の人なんか差別してないですよ。私は親族にこう言ったらあれだけど、公文って言いますけどね、私は親族に朝鮮人がいるんですよ。そういう人間でもこういうですね、理不尽なことはね、許しちゃいけないんです。本当に朝鮮の人にとっても不幸なことなんですよ、これは。まあ、そういう点ではね、何のためにそういうレイシストだとかね、私たちがやってる、これヘイトスピーチですか。靴沢さんはですね、区議会でヘイトスピーチを言う議員だということで変な陳情が出てね、責められたんですよ、たった一人。でもね、私たちはね、許さないために抗議もして辞めさせましたよ。それは本当にですね、こうやって正義を貫いて人がさらわれてるわけですからね、こういうことを訴えることで言論弾圧がされる、そういう世の中にしちゃいけないと思うんですよ。ぜひ皆さん、そういうこともお汲み取りいただいてですね、この署名活動にも協力していただくし、この私たちの姿ね、こうやってね、撮っていただいて、今インターネットの世界、 SNS の世界で広げていただいてる、全国でね、見ていただいてるんですよ。これ本当にこれでね、みんなこれはいかんと、うちのところでもやろうって言って、北海道でも沖縄でも大阪でもこういう動きが始まってるんですね。ぜひ皆さんも身の回りからこの拉致被害者を助けようという、そういう声をかけてください。私たちがこうやって外からね、大きい音で訴えるだけじゃなくて、本当にね、ほんの一瞬でいいですよ。1週間に一度でもお友達と話していただいて、じゃあ署名しようねとか、そういうことでも構いません。そういうことを言ってほしいんです。ですから皆さん、今日はこんなに集まっていただいて、遠くからも来ていただいてありがとうございます。ぜひですね、周りの方に語り広げていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。初めまして、この方からご存知かと思いました。YouTuber のゆうさんと申します。今日は北朝鮮の被害者を反するために、池袋のこの方から演説させていただきます。よろしくお願いします。今まさに問題になっているのは、北朝鮮の被害者を救出しなければいけない問題、それが今まさに私たちに問われていること、そして本当に触られてしまったかわいそうな人たち、偶然歩いていただけで触られてしまって、その後の生活を楽しめなくなって、失われてしまった時間を取り戻したくても取り戻せない人たちをすぐに一日でも早く救出したい、そんな思いで今日は演説させていただいております。まさに北朝鮮拉致被害者を奪還する問題、それは時間の問題、緊急性のある問題なんです。命に関わる本当に重大な問題なんです。もちろん私たちが身を招いている社会保障の問題、年金問題、社会保障をもっと欲しい、もっといろんな年金が欲しい、もっといろんなサービスが欲しい、もちろんそれも重要な課題なんですけれども、今まさにそれより最重視している問題、それが北朝鮮拉致被害者を救出することであります。私たち日本人が北朝鮮に拉致被害者されてしまって、本当に時間とか全てを計画して奪われてしまって、そんなかわいそうな人たちを私たちは全力で救出したいという思いでいっぱいです。そして今まさに私たちは手を振っていますけれども、でもそれよりも本当に買い物がしたい、とかいろん
ろんな友達と遊びに行きたいとか、そういうことの生活とかを奪われてしまって、日常生活すらも楽しく過ごせずに、北朝鮮になってしまう、されてしまって、北朝鮮の独裁国家という社会が、ちゃんとした職業を提供しているかどうかも分からず、生きているか、死んでいるか、そういうことも分からない、選手に関わる重要な問題があるんです。そんな問題から、一日でも早く解決していただくために、ちゃんと、ちょっと、コーヒーを飲んだりとか、ちょっと、趣味とかをやるっていうのに、少しでも、日常生活の煩わの中で、ちゃんとした北朝鮮の拉致被害者を奪還するために、署名をしたい、その一声をかけていただいて、いただきたいと思います。ご協力、よろしくお願いいたします。まさに、私も今、署名してきたところでありますけれども、こういった北朝鮮拉致被害者を救出する会が毎回池袋で普通では王子様によって行われることができて、これが少しでも大きな力になれると信じて、私たちも全力投球して頑張ってまいります。皆さんの一人一人の声を大切に、他人事と自分事として受け入れていく、その姿勢で、ちゃんとした前向きな姿勢で取り組んでいただきたいと思っております。これから菅総理大臣様にも全力で今取り組んでいただきたいというふうに思っております。まさに救出していただきたいけど、去年まではもうずっとできなかったから、今年こそは絶対に日本人の北朝鮮拉致被害者を全力で奪還して、拉致被害者をゼロにする、それを目標に掲げて、私たちも全力でこの日本人による北朝鮮の拉致被害者奪還問題を全力で取り組んでいこうと思っております。皆さん一人一人の声を大切にしてまいりますので、皆様の一人一人の思いやりと優しい思いと、皆さん自身の心の思う存分、一人一人の本当に困って苦しんでいらっしゃる方を助けていただきたいと思っております。皆さんの力を、一人一人の力がきっと、いつか私はできたということに、いつか必ずできると信じて、絶対に変えていくことができると信じています。よろしくお願いいたします。お集まりの皆様、こんにちは。私、テレビ改革と埼玉県の三郷市部署を務めさせていただいております、中村稔と申します。よろしくお願いいたします。本日は拉致被害者の会救う会の募金署名活動にお集まりくださり、誠にありがとうございます。募金活動頑張ってまいりますので、皆さん今日はよろしくお願いいたします。今日は我が党主催の会ということで、歌手のタリさん、はい、そして篠原丈一郎先生にもお入りいただいております。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ご通行中の皆様、お騒がせしております、テレビ改革党靴沢良二と申します。今日は北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会の署名集めの活動をしております。よろしければご署名いただき、さらによろしければいろいろと活動に経費がかかるため、よろしければご寄付もいただきたいところであります。今回はテレビ改革党の主催で行いましたが、歌手の梶さん、ジャーナリストの篠原丈一郎さんなどのご協力もいただいております。先ほどご挨拶したのは YouTuber のユーポンのお手伝いいただいております。先ほどご挨拶いたしましたのは
テレビ改革党三里支部長であります。あとですね、今日は喋らないって言ってるんですけれども、葛飾支部長も現場には居合わせております。何十年も北朝鮮による拉致被害が解決しないのは、もちろん野党議員の妨害もありますが、何よりも邪魔なのが日々であります。積極的にこの問題を伝えようとはしない、陰で与党自民党が動いていようとも、そういう動きは決して放送しない。君が代反対なんていう集会はたったの数人でも全国報道するくせに、1万人も集まってフジテレビに抗議したデモは一切放送しない。このようなテレビ、それにまつわる人々の妨害によって、何十年も北朝鮮の拉致被害者が解決しないのであります。かつての社会党の党首土井孝子などは拉致などないと全面否定しており、その後川口から5名もの誘拐が出たであるとか、田口八重子さんの存在が明らかになり、全てそういうのは嘘だということになりました。ですが当時その土井孝子の言葉をテレビ新聞は一切否定しませんでした。根拠もないのにそうだそうだと皆迎合したのであります。北朝鮮が今一番嬉しいことは、日本人がこの誘拐事件を忘れてしまうことであります。決してこれを風化させてはなりません。いつまでも私たちは忘れない、そういうのを見せつける必要があります。今後ともこの署名活動は継続していきますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。ちょっと池袋の町に関係するネタでございます。先ほどの、必ずあなたを助けに行くから、書くきっかけとなった篠原丈一郎さんの、どうもこの曲がお好きというので、この回でもぜひ歌ってほしいと、そういうご要望もありましたので、彼が最中でございますが、池袋のお皿で。ロマンス通りでよそ見したその隙にはぐれてしまったの。どこかで見たような横顔、他人の空にだとやっぱり忘れられずにいる私、池袋西口のゴサローで、ゴサローで佇む恋心。落とした涙だけが東通りの角、差し込んだ眼差しに奪われてしまったの。覗き込まれた向こうには甘い記憶だけ、やっぱり忘れられずにいる私、池袋南口のゴサローで、ゴサローでためらう恋の頃。途切れた途切れた
壁にかき消されなくしてしまったの。どこかで聞き覚えある声、ただの空耳だと。やっぱり忘れられずにいる私、池袋東口のゴサローで、ゴサローでつまずく恋心、ゴサローで、ゴサローでつまずく恋心。ご披露させていただいたように、この池袋西口から拉致された田口八重子さんを取り戻す歌も作っていただいたという方でございます。また後で、田口八重子さんの歌もよろしくお願いします。皆さんお騒がせしております。今私たち、豊島区議会議員、福沢良二さんとご一緒に、日本人拉致被害者を北朝鮮から取り戻すための救出要請署名活動をこの場をお借りしてやっております。ぜひですね、お休みのところとは思いますが、この署名にちょっとの時間お力を貸していただいて、協力いただければ幸いです。私は楠澤良二さんとご一緒にこの池袋西口での拉致被害者救出署名のご協力を訴えております地元のジャーナリストの篠原丈一郎と申します。私はもともと共産党の国会議員の秘書でしたが、政治の世界なかなかこれしがらみがあって、この拉致被害の問題を取り上げられないということもありまして、政治の世界やめまして、自分で取材して調査もして、この拉致被害の問題なんとか解決したいと思って活動してまいっております。実際にですね、拉致被害の問題っていうのはだいぶ騒ぎになったのはもう20年も前です。そして小泉総理大臣の時代に2002年に5人の方が帰ってきた。本当にあれは驚きでした。日本からさらわれた普通の方が生きて帰ってこられた。それぞれの方が拉致されてから20年以上経ってやっと帰れたということで喜ばしいことなんですが、実は調べてみると、この拉致被害者実は17人は確実にそうなんだということは言われていたんですが、北朝鮮側はこのうち13人分は認めたけれども、8人の人は死んでる。こういうですね、誠に信じがたいようなことを言ってきたわけです。それで話がちょっと止まってるんですけども、実際はですね、この北朝鮮にさらわれたと思われる行方不明者はなんと900人近くがいるわけです。これをですね、特定失踪者と呼びまして、警察でも鋭意捜査を進めております。また被害者の家族あるいは私たち有志がですね、お一人お一人について手がかりを調べると、確実にですね、北朝鮮の地で生きていらっしゃる。お隣のですね、川口市出身の藤田進さんという特定失踪者に指定された被害者の方がいらっしゃいます。この方もやはり19歳の時に、大学1年生の時に拉致されてるんですが、なんとその後ですね、北朝鮮から脱北した北朝鮮の朝鮮の方が写真を持ち出して、この工作員に対して日本語の教育をやっている、北朝鮮で生きている姿の写真を持ち出したわけです。この写真を鑑定しましたところ、骨格等でご本人だと、警察の家督権、警察の鑑定をやる部署がこれは本当にこのまま間違いないという確証を出しました。にもかかわらずですね、救出が進まないんです。最近ですね、トランプ大統領が首脳会談、米朝首脳会談をやる際に釈放されたアメリカ人の諜報員の方、韓国系の方なんですが、ドンチョルキムさんという方が産経新聞のインタビューに答えて、
自分自身がずっとですね、十何年ラソンという朝鮮の経済トップでお働きになってた時に、なんと直接ですね7人の日本人の方と交流した。その方は自分の意思に沿わない形でさらわれてきた人だ。そしてその後ろには20人以上の日本人がいる。いずれも造船技術者であるとか、あるいは日本語の教師、そういう専門的な知識を生かした仕事をさせられているということを突き止めたわけです。皆さんは帰りたがってるんですけども、やはり北朝鮮から出れないというような状況も分かっております。私自身もですね、実は海外取材の中で、ある国、北朝鮮と仲のいい国の外交官から聞いた話があります。その外交官が言うには、その人は北朝鮮にも赴任してたことがあるんですね。大使館にね、いろいろ調査をしたことがあるんだが、何百人かの日本人がいるというのは確かなようだ。こういうことを北朝鮮と仲のいい国、結構あるんですよ、仲のいい国っていうのは。この外交官が申しておりました。私はですから、北朝鮮が言うように、たったの数人しかね、拉致被害者がいないようなことはありえない。本当に900人近くに上る特定失踪者、またそれにとどまらない。私がちょっと取材しただけでも、どうもこれは北朝鮮絡みでいなくなったんじゃないか、これは特定失踪者という括りにも数えられていない方です。そういう方が例えば拉致被害者の周りにはいっぱいいます。この拉致被害者というのはバラバラに拉致されたんじゃないんですね。やっぱり人間関係の中で拉致されてるわけですから、その人につながる人もなぜか行方不明になっている人結構いるんです。川口市では5人の方が特定失踪者だったり拉致被害者だったりする。しかしよく調べてみると、それぞれの被害者に共通した点がある。同じ学校に行ってるとか、同じ趣味のクラブをやっていたとか、同じ時期に会っていたとか。ですから、こうやって拉致される方というのは、その生活条件の中で誰かが監視して、その人をじっくり調べて、そして計画的にさらっていく。向こうのオーダーに基づいて、この日本人なら例えば近代性に役に立つんだろう、こういうことに役に立つんだろうということで目をつけられて持っていかれる。これは何もその人に責任があるわけじゃないんですよ。勝手なですね、独裁国家が勝手に日本の国民を連れ出してしまう。その人の人生の、あるいは幸せも全く無視した、そういう形での拉致を行ってきたわけなんです。このことはもっともっとですね、真相を解明されて、そしてこの真相、相手側の犯罪行為をですね、確かなものにして交渉しなきゃならないんですが、残念ながらそういうふうにはなっていませんでした。本当に何人かの方の確かな証拠だけでやってきてるんですが、こういう状況では何百人の方がね、さらわれたという事実はなかなか北朝鮮に認めさせることができません。本当に今ですね、この拉致問題を忘れないためにも、こうやって皆さんが拉致被害者を返せという声を上げていただくと同時に、私は近々ですね、楠澤さんとも相談して、豊島の区議会からもこの拉致問題、改めて真相を明らかにするための再捜査を行ってほしい。こんなにですね、大勢の方が亡くなっているのに、その証拠なりね、経過なりが分からないというのは、こんだけ世界でも優れた日本の警察力ではありえない話なんです。ですから、これは先ほども申しましたけども、いろんな政治的な圧力、なぜか知らんけども、この池袋にもいるんだけど、北朝鮮と仲いい政治家っているんですよ。またですね、この池袋って地、私は本当に心苦しい。なんか朝鮮の人悪いって言ってるんじゃないんだけど、北朝鮮と仲良くする団体の本部が結構あるんです、池袋は。でそういう方も見てるかもしれませんね。でそういう方の関係者が結構拉致されてる。これは重大な問題だと思います。そしてそういう団体には有力な政治家も関わってる。こういう有力な政治家が関わってると、警察は捜査がしにくいんですよ。でこれを乗り越えるためには、皆さんが一人でも多くの方がこうした拉致被害者を助けてくれという署名をしていただくことがどうしても必要なんです。ですから皆さん、またやってらなんて思わないで、ぜひ署名をしたことない方はちょっとの時間貸してください。署名をしてってください。そしてもう俺は署名したよという方は、今日もまたやってきました、この運動のために少しでも錠剤を寄付してください。本当にですね、
この拉致被害者あるいは特定失踪者の家族の方、私は昨日ご一緒に秋葉原の駅前で訴えましたが、家族の方が一生懸命訴える、何十年も訴える。例えばですね、例えが悪いですけど、授業で病気で家族が亡くなった、これなら諦めがつきますよね。でも生死もわからない、どうも蓋を開けたら外国に無理やり連れてかれて消息がわからない、こんなことで本当に食事の卓を囲むべき家族がいなくなるなんてことは耐えられないことですよ。それが何十年も続いている、帰ってくるまで諦めるわけにいかない、こんな思いをたくさんの家族がしていることを知ってください。その方たちには何にも責任がないんです。責任がない人を本当に助けるのは政府の仕事、政府も何やってるんだって言われるかもしれないけども、その政府を支えている、あるいは政府を動かすことを仕事にしている政治家を選んでるのは私たちなんですよ。この有権者の私たち一人一人が拉致被害者を助けろということを言うのを忘れたら政治家はやらないんです。ぜひ皆さん、こうやってこの豊島区議会議員の靴沢さんは立ち上がってやっていただいております。こういう運動をやることでいろんな圧力もかかってます。私にもかかってますよ。私はもう年寄りだからいいけれども、皆さん本当に今頼りにできるのはこうやって街を歩いている皆さん方なんです。ぜひ足をお止めになって、この拉致被害者を救う署名にご協力ください。またほんの少し私たちのお話も聞いてください。今署名を集めて募金を集めている私たちの本当に尊敬する人たち、この特定失踪者、北朝鮮にさらわれた可能性の高い行方不明者を助けようと思っている団体があります。特定失踪者問題調査会といいます。一生懸命全国から情報を集めて NHK にも協力してもらって、短波放送で毎日北朝鮮に向けて放送してるんです。潮風という放送です。日本語と中国語と朝鮮語と英語で4カ国語で毎日やってるんです。この放送1年間やるのに2000万かかるんですよ。この2000万でもだん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 今拉致被害者の問題を皆さんが忘れるから、募金もだんだん集まらなくなって、今年はこれは存続の危機になったんです。一度はこれを何としても救いたいというその動機もあって、この池袋の地で田口八重子さんという方が拉致されたこの地でこういう訴えを始めました。おかげさんで、心ある方から本当に多くの情材をいただいて、本当に息がつながったんです。この潮風って放送に本当に何千人という特定失踪者拉致被害者の家族は望みをかけています。北朝鮮に確かに聞こえている放送なんです。これは私も自分で取材した脱北者の方がこの潮風って放送を聞いていた、その話を聞きました。北朝鮮は一生懸命この都合の悪い放送、西側の世界、日本ではこの拉致された人待ってるんだ、こういうことを知らせたくないから妨害電波を出してるけれども、妨害電波でこの潮風の放送を消せるのは首都平壌のほんの少しの周りだけだそうです。他の地域は全土で聞こえている。ですから先ほど言ったようなラソンの特別区とか地方にいる何百人かの日本人、この短波放送聞いてると思いますよ。ですから家族にとってはこの放送が本当に望みの綱なんです。この放送を支えるためにもぜひ皆さん、ほんのわずかの錠剤いいですから、皆さんが力を合わせれば本当に大きなお金になります。年間2000万いるこのお金、何としても助けてください。どうぞよろしくお願いします。私たちは豊島区議会議員靴沢良二さんとご一緒に、日本人拉致被害者を北朝鮮から取り戻す、拉致被害者を助けるための請願署名活動、皆さんにご協力をお願いしております。この池袋の地、あの大韓航空機事件の爆破犯キム・ヒョンヒ容疑者を教育する仕事を強いられた田口八重子さん、この池袋の西口で働いていたんです。池袋の西口でお子さんを託児所に預けて働きに行ったまま拉致されてしまったんです。それから40数年、赤ちゃんだったお子さんも40数歳になってます。昨日は田口さんのお姉さんにも会いました。本当に40年待ってるんですよ。皆さん諦めきれずに待っている、しかも生きている、確かに生きているという証拠、キム・ヒョンヒ容疑者は田口さんは生きている、自分は教わったんだおっしゃってるんですね。こういう人たちを何としても助けなければなりません。どうか皆さん、
少しの間お時間を貸してください。ぜひ話しかけてください。そして署名にもご協力していただくようよろしくお願いいたします。こちらは豊島区議会議員テレビ改革党の靴沢良治さんとご一緒に皆さんに日本人拉致被害者の救出を訴えております有志のグループです。どうぞよろしくお願いします。それではここでですね、地元のシンガーソングライター田地幸宏さんに、田口八重子さんを取り戻す、その歌を歌っていただきます。どうぞよろしくお願いします。必ずあなたを助けに行くから、
もありがとうございます。どうもありがとうございました。もうタジさんとはですねライブハウスで知り合ってそれだけの仲なのに、私はいきなりですねやっぱり池袋に一緒に、まあ、縁があって会って生きてる人間ですから、この池袋で、いなくなった、田口さんのことをねやっぱり歌にしてほしいってお願いしたんですよ。そしてこういういい歌を作っていただきました。本当にありがとうございました。これがいろんなこと教えていただいてますから、ね、それから本当に本当にねこの歌がねずっと田口さん帰ってくるまで歌い継がれるように私たちは頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。